はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。散歩ケというわけで、あ、いつもと違う。あざっす。これで対戦ポイントガチャも回せますね。あざっす。散歩ケ。ってわけでやっていきたいと思います。すごい、毎日最近50ずつもらってますね。センクス。センクスってね、やってましたんだけど。はい。うん。最近結構なんかね、またフォロワーさんも増えてきまして、で100人マックスになっちゃってるから、申し訳ないですけど、一番古い方から、ちょっとお別れさせていただいてます。そこはね、ごめんなさいっていうことで。まあ、そういうルールでやらせていただいておりますので、まあ、それね、だいぶ前の動画になっちゃうんだけど、最近言ってなかったかな。うん。一応ね、あと、メインのフォロー、私がフォローしてるところは1週間、以上放置になっちゃってる方は一回お別れさせていただいてますよって話ですね。で、5月になったんでいろいろやることあるんですよ。本当はね、今日2周年クエストの、リョフにリベンジタイムやろうと思ったんですよね。うん。アンニンちゃんのね、そう、3章っていうか3回目かな。うん。あれがね、リョフのバリアをね、突破するのが、まあ、攻略、このゲームにね、攻略あるんですけど、そこ見ないでやっぱやらないとって、そういうのは違うな、なんだ逆だ。見てからやらないとね、ダメだったね。周りの雑魚を全員倒すと、リョフのバリアが割れるそうですね。それはね、わかんなかった。超絶防御みたいな。てか、今までそのパターンなかった気がするんだよね。まあでも、うん、ゲームらしくていい。うん。戦って硬いだけかと思って一生懸命割ろうとしたけどね。うん。それは割れねえわと。そうなんですよね。こちらですね。さあ。ここにね、攻略情報っていうのがあるんで、ここで見れるんですよね。うん。リョフは、知略号令、絶により全体の知力を大幅に上げる。さらに、リョフ以外の敵がいる限り破壊不可能な、絶対ボール陣を使用する。で周囲の敵を倒すことで、陣は自動で破壊される。リョフは特に、鍛錬を待ち、攻撃ごとに武力が上昇してしまうので、時間かけないように気をつけよう。って書いてあります。なるほどね、っていう感じです。というわけで、それのリベンジもしたいんですけど、ちょっとね、今日5月になったからお買い物とかもいっぱいできるはずなのよ。ね、このね、やっぱ月頭は結構私楽しみにしてて、お買い物ラインナップが戻るんですよ。お店のラインナップがね。うん。とりあえずガチャやろうか。まだ持ってないんだよね。ステップアップもね、やりたいんですよね。やっちゃいたい気持ちはいっぱいある。っていうかね、まだいっぱい持ってないとこいっぱいあるから、副賞ガチャはね、まとめて溜まったらやろうかなと。ちなみに今何個持ってる？まだまだ足りん。こんなものじゃ足りん。というわけでまずここから行きましょう。さあ。いいですね。やれることがいっぱいあるっていうのはいいことです。お昼？桜なし。何もないぞ。逆に暑い。とりあえず星4以上は約束された。そっからですね、問題は。逆に最弱演出の方が、まあ。ね。最弱演出の方がワンチャンね、昇格チャンスあるかなと思ってるんでね。最低保証ないはずだからね、対戦ポイントガチャは。まあ、このぐらいの方がいいかもしれないね。もう、着々と上がってきてるよ。いいぞ、いいぞ。もうまだだね。そうね、大石さん、見てなかったか。お、来た、新規やったぜ。リージュ。なるほ。オッケー。お、朝大丈夫。マックスおめでとう。テンションマックスおめでとう。いいね。あ、ごめん、なんか吹っ飛ばしちゃった。やったぜ。結構嬉しいね、これ。で、ブグ進化。さあ、あとね、アンニンちゃんたちをね、フル強化するパートもやりたいんだけど、まだ足りないかな。とりあえず、2人のショーを全部終わらした後に、やっていこうかなと。本当はでも、2人使うから、先に強化してから挑んだ方がいいんじゃないかって気がすごいするよね。でもレベル60満たしてない状態だからね、まだね。まあ、そこはちょっと考えていこう。対戦ポイントガチャだからもうちょっと下だね。20。いた。まあ、言うてあれなんですけどね。でも200で終わっちゃったからね。できればもうちょっと上が欲しかったですけどね。ノーマルミッションね。だからまあ、
慌ててというか忘れずに強化とかっても言わなくてもいいっちゃいいんだけど、まあ最低限の強化しておきたいよね。うん。で、そう、今回のイベントだとね、お金使えるんですよ。うん。何言ってんだって話だけど、まあお金がね、そう、今銭にめちゃめちゃあるじゃないですか。今500万ぐらいあるのかな。うん。まあ全然ね、強化とかしていけば多分全然、もしかしたら足りないぐらいの数かもしれないんだけど、うん。まあ、ね、お金でね、いろいろと、結構ね、こうやって私みたいにちょっと余らせてたって感がある人とかは嬉しいイベントかもね。お金でお買い物できるんですよ。というわけで見に行ってみる？あ、待って、その前に、今回あれだな、やっぱ攻略はちょっと次回だな。まあ、この後とってもいいかな。パートは分けたいかな。で、進行度が先ほど、っていうかどうしようかな、杏仁ちゃんたちの進行度上げちゃおうかな、ついでだから。そのぐらいやってもいいと思う。まあ、上げちゃおうかな。うん。アンニーちゃんとニンニーちゃんのね、進行度上げて挑んだ方が絶対いいと思う。うん。結構ね、今回の難易度難は、てか、高難易度はなかなか本当に言葉通り難しいので、上げてしまってもいいかもしれん。で、ミッションにあるんですよ。アンニーちゃんとニンニーちゃんのミッションっていうか。うん。多分、進行度10にしちゃった方が絶対いいと思う。うん。で、ちゃんと帰ってくるんですよ。上げていくと。だから多分、プラマイゼロとは言わんけど、できるんじゃねえかなと思うんで。あげちゃってますか、ついでに。で、最後にお買い物した終わりにしましょうか、今回。いやー、見てくださいよ、これ。あ、待って、絆が足りませんだったよ。これなんで？これ、今までありましたっけ？この表示。あったか？そっか。星4、そうか、この間ね、そう、ショップのやつ全部交換しきったんですよ、久しぶりに。星5、星4。特売全部変えたんで、まあ、それやったからか、絆が足りません。久しぶりに見たな、これ。なんかすげえ埋まってんなと思ったけどね。違うんだよね。進行度マックスじゃねえんだっていう。うん。で、なんか、これだと見づらいな。まあいいか。本当はね、絆が足りませんが表示されてない方がいいな。進行度マックスっていう表示だけで全部綺麗に埋まってるよっていうのがね、私的に。あ、でも、あ、すげえ綺麗に埋まってる、ここ。あー、すごいじゃん、すごいじゃん。あら、すごい。いいじゃないですか。いい感じよ。うん。結構いい感じに埋まってますね。で、さっき誰が終わったんだっけ？群雄の二人だっけ？なんせいじゃないよね。違うね、この下か。女兵と長領だっけ？違う、ハサイか。ハサイと庭園しか。ああ、そっかそっか。星1もあるんだよね。あと馬元気か。うん、なるほど。いいね、この下から、最下層からやっていく感じね。いいですね。うん。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほどね。あと、王政じゃないや。綺麗か。綺麗が、自力でいけないんだよね、多分ね。今、いくつある？ 250 足りないな。で、あげちゃいますか、アンギンちゃんとリンギーちゃん。うん。さあ、今ね、1300でしょ？まあ、多分でもね、全然帰ってくるはずだから、信じよう。最初は見る。うん。経力の威力も上がるのかな。うん。そうですね。で、3にするとね、お互いにあるんですよ、ミッションも確か。だから1回3で何が返って、次何が返ってくるか一応見よっかな。うん。少し刻んでいこうか。あ、待って、今4にした？待って。そうだね、元が1だから、まあいいか。うん。ただどっちかをね、プッシュした方がいいような気もするんだけど、まあ、底上げしてった方がいいかな。うん。これでも3になってるね、バーガーね。2回で。そうなんだよね。まあ、いや、不公平がないようにしていこう。シャキーン。で、この状態で、ミッションがですね、達成できてるはず。まあ、ちょっとスタミナもったいないけど、気にしないでね。うん。そう。30帰ってきた。
で、5にするとか言ってたね。うん、だから結構、多分ある程度返ってくると思うんだ。多分まあ、さすがに全部は返ってこないと思うんだけど。うん。新しい力が欲しいでしょ？欲しいです。あ、しまった。ここまで行っちゃうとあれか。まあ、いいか。いいのかな。これ多分1回ぐらいやって、そのうち絞りするのかな。どうだかね。試してみようか。わあ。わあ。嘘やろ。嘘やろ。マジで。これバグじゃないかって感じだね。うん。もしもーし。バグった？もしもーし。あった。あー、やっぱりここの表示問題はね、改善案を要求したいな。で、多分表示さ、多分全部表示されるまで待ってたんだね。あれだね、そうなのね。せめてそのスルーして、別に表示待たなくてもいいよって言うんだったら、まあ、敵はしたんだけどね。ちょっと今のは、なかなかバッドな感じでしたね。これ2人ともマックスにしても大変だな。あ、多分まあ最終的に、あ、最後さ、アイテムもらえ、買えるんだよね。だからむしろここで片方100にしちゃう、100っていうか10にしちゃうのはまずいんだ。思い出した。また来てくれたんですね。そう、みんなね、これ気をつけてね。危ないよ、今私も。あ、これじゃない。え、これで50が入ってくるんじゃん。あ、終わり？これで終わりか。ここで終わっちゃうんだね。あ、で、これか。ここだ、ここ。買うんじゃないんだ。ここ、ここ。ここで最後に絆が100、これ100ずつもらえるから、あ、ちょっと待って。あ、待った。6もらえんのか。あれ？待って。あ、違う。うん？すべてクリアするか。ああ、じゃあ1回しかもらえないんだよね。だよね。多分1回しかもらえないよね、これは。6分の2だもんね、まだ。そういうことだよね。すべてクリアするから、あ、最後に100ずつもらえるんだ。そういうことだ。びっくりした。なんか、むしろ上げて失敗したって思っちゃった、ちょっと。まあ、そしたら余ったら、まあ、その分だけ、あれにはなるんだけど、多分でもバックはあんま確か半分でバックされるはずだから。ね。失礼しました。あ。あ、ここで、そっか。ここでももらえんのか。待った。あ。あ、やりすぎたか。あ、今ちょうどいいのか。今ちょうどいいんだよね、多分。今5でしょ？うん。5だから、ここで 4個ずつもらって、9になって、最後に、あのミッション達成で、あれか。あ、オッケー。危なかったな。で、今、ほら、銭でお買い物できるんですよ。でも、あんまり数多くないね。で、これとか返してみてくださった例えばね、こうやって。まあ、桃はね、結構あるんで、まあ、言うて買い占めちゃってもいいんだけどね、全然。で、そう、むしろこっちだよね、買い占めたいの。ブーグとか。今日は、残りこっちもやっていこうか。まあ、とりあえず特売は常にね、買い占めっていうね。お買い上げありがとうございます。特売は常に買い占めていく。お買い上げありがとうございます。まあ、経験値クエストの鍵はね、バリバリ普通にお買い物してるんだけどね。こっちはね、もう あり余ってるんで私はいらないですね。で、木札も特売をまず買い占めていく。お買い上げありがとうございます。こうやって結構買い、まあ、やってるから割と桃とかは常にあるんで、ね、お買い上げありがとうございます。でレアガチャペンも買い占めていく。お買い上げありがとうございます。で、カードキーも買い占めていきの。お買い上げありがとうございます。で、一応このね、限定食人の代わりも買い占めていく。お買い上げありがとうございます。結構あるね。それでまあ、割と食人、まあ今はね、ちょっとイベント優先でやってるんで。で、ガチャはね、もう全力で回したいと思ってるから、あ、でもな、結構気が減ってきたな。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。あれ、別に食人じゃ買ってないんだけどな。なんかあれだね。だいぶ減ったな。また貯めりゃいいんですけど。あ、もう一回引けんな。もう一回やるか。お買い上げありがとうございます。はい。買い占めていく。残りが良くて。
で、絆交換はね、今ね、この間やったばっかだからもう無理だな。うん。で、リミーとナーニーちゃんも多分一回ここで止めるのが多分正解かな。うん。じゃあ対戦ポイントがじゃあもう一回行きましょうか。久しぶりだな。20連ですよ、20連。ガンガン行こうぜ。ガチャ券が溜まったね。そうか。まあ、とりあえず行こうか。えげっさあ。お昼、何？お、金扉か。で、アンニンちゃんがいる。星4以上は確定したんだけど、星5行ってくれると嬉しいやつ、なかった。まあ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 。早く新規というか持ってないとこはね、諸葛金。あ、再三さっきマックスだったね。うん。諸葛金来たんかな？とりあえず埋めたいよね。シュレイさん、2。先が長い。先が長いな。お、とか言ってると、結構詰めてくるね。あ、おお、どんだけや。すっごい引きしたな。評価が9。お、リーチ。あー、神秘じゃない、原始じゃん。なるほど。そうこう。なるほどね。てか、すーげえな、シュレイさん。確率で言えばすごいよ、多分これ。10分の3同じ武将を引くって結構な確率だからね。やり上がっちゃってみましょうか。お昼、何もないよ。触れない。パキン。何もないね。からの、まあ、昇格がある可能性があるからね。まあまあ全然ないですね。はい。先生もマックスか。まだね、星3とかでもね、全然先行度マックスになってないメンバーいるんですけどね。うん。あー、何もないぞ。1個ぐらいはね、5分の1で何か引いてほしいな。レアガチャ券ってこんなもんかって思うけど、たまにはいい引きもするんだけどね、実際ね。さあ、お昼、何もないでございますね。昇格1回ぐらいみたいな、なれたらね。ないね。あら、引き弱ですか？トートン。トートンマックスか。そっかそっか。ラストか。さあ、なんか引いてよ、最後。お昼。あれー。嘘やろ嘘やろって。昇格、うわー、ない、マジか。何もなかった。トートン、お前はさっき来たばっかだぞ。なるほどね。まあこれでまあなんだかんだで蓄積はされてるからね、ポイントっていうか、なんや、絆はね。というわけで結構盛りだくさんにやっちゃったんで、今日このぐらいにしときますか。というわけでね、残りまだまだね、ありますんで。で、ちょっと攻略もね、やりながら、結構難しいから攻略の違いもありますよね。というわけで、次回は多分、呂布の、あれかな、アンニーちゃんの難易度3、てか、3、クエスト3に、挑んでいきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイです。